くお願いします。はい、ありがとう。さあ、それではここからはですね、引き続きクレの紹介をさせていただきます。そろそろお腹も空いてきたんじゃないかなと思いますので、まずは居酒屋トネ本店さん、どうぞ。そしてグッズもいろんなものがあるので、あれこれなんだろうと思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないので、むきみちゃんどうぞ。はい、温かい拍手ありがとうございます。むきみちゃんとこむきみちゃんです。前に出ましょう。はい、まずはお腹空いてますか？そろそろ。ああ、そうですよね、そうですよね。さあ、それではですね、はい、居酒屋とね本店さんからですね、今日は何があるのか。はい、まずはしーちゃんから。居酒屋とね本店、しーちゃんです。皆さんこんにちは。こんにちは。居酒屋とね、秘伝のタレを使った焼き鳥、そしてみんな大好きなフライドポテト、そしてクレー、海自カレー、はい、ウッドデッキ中ほど、海上自衛隊さんのブースの横で販売しております。はい、はいはい、で、やっぱり海自カレーについては、会長、会長、あ、それスイッチ上に上げたままでいいんです。はいはいはい、トネ本店さんのキャラさんです。会長さんです。今日は、クレーの名物であります。クレー海自カレーのコマーシャルに来ました。はい、22店舗でフレッシュで頑張っておりますので、はい、よそから来た方、今日2店舗出てますので、はい、護衛艦トネと練習艦畑風、ぜひ食べて帰ってください。はい、はい、よろしくお願いします。はい、トネさんのところのカレーの特徴は？はい、私が作ったのは絶対うまいです。どんな味か、食べてみると分からんので、食べてから感想を聞かせてください。はい、土産話になります。よろしく。はい、はい、ありがとうございます。絶対美味しいですよね。いや、本当に美味しいです。じゃあ、それではですね、ちょっと待っててください。はい、むきみちゃん、去年から引き続きありがとうございます。はい、どうしてむきみちゃんなのかは、そこにブースがありますので、もうすぐそこのところですね、右側です、デッキの右側です。行ってお話ししてあげてください。で、むきみちゃんは今日は何をしてくれるんですか？今日はですね、はい、こんなむきみちゃんになれる T シャツと、このむきみのひらひらと、こういうラグを販売してます。むきみのビラビラって言ってもわからないと思うんですけど、これはカキが好きすぎてむきみになったということでしたよね。はい、そうなんです。はい、だからこのビラビラはカキのビラビラ。そうです、むきみの上の部分のビラビラです。はい、でこれは飾り用にあるんですけど、皆様にお手に取ってもらえて購入できるのはこちらです。小麦みちゃんです。小麦みちゃんが持っているこれは何ですか？これはミニラグで壁にこうかけれるようにもなってますし、はい、おうちのコーヒーのお供にむきみちゃんと一緒にコーヒーを飲んでもらったり、牡蠣を食べたりですね。そうでもよ、牡蠣、はい、飾るものです。はい、それとですね、今日はキャラ祭りということで、特別にクレシ君とのコラボもこちらに缶パッチがありますので、こういったものも売ってるんですよね。はい、たくさんご用意しますので、ぜひ遊びに来てください。はい、ぜひ思い出に買って帰ってみてはいかがでしょうか、ということで、ちょっとまた預かっときますね、これはね。はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。じゃあ、お忙しいとこありがとうございました。海自カレーも食べてくださいね、トネさんです。そしてむきみちゃんも、こむきみちゃんと一緒に頑張ってますから、応援しに行ってあげてください。ありがとうございます。会長どっちに行ってるんですか？会長あっちでいいですよ。はい、会長あっちの方が近いですからね。ありがとうございます。走らない心配になっちゃいます。じゃあ、それではもう一つこのコーナーで紹介させていただきます。あそこに大和ミュージアムってね、書いてあります。あの建物がもちろん皆さんご存知、大和ミュージアムです。ちょっと行ったことある方、うわー嬉しいですね。市長は行ってると知ってます。ありがとうございます、しがなさん。じゃあ、ちょっとどう、まだ行ったことない方のためにも、そして今日明日に行きたいなと思ってもらえるように、大和ミュージアムの方です。しんさんどうぞ。はい、こんにちは。こんにちは、皆さん。もうちょっと
前に出てください。はい、はい、大和ミュージアムの新さんです。さあ今日は何を伝えてくださるんですか？はい、今日はですね、皆さんこんないい天気に恵まれて、こちらにご参集していただきまして誠にありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、やっぱり大和ミュージアムさんって感じですね。はい、コメントが、はい、はい、皆さんご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、はい、大和ミュージアムは今年度は、開館19周年で、来年20周年になるんですね。20周年の前に、ありがとうございます。20周年になるので、ミュージアム自体は大きなですね、リニューアル展示の模様替えをする予定で、大変申し訳ないんですけれども、はい、来年の1年間休館することになります。休館中にもですね、いろんな仕掛けをですね、我々やっていくつもりなんですけれども、今日皆さん来ていただいてますので、ぜひぜひまだ行ってない方も、また行った方もですね、今ちょうど企画展ということで、クローバル企画展をやってます。クローバルじゃない、ごめんなさい、そうですね、そうですね、大変興味深い資料等々も展示しておりますので、ぜひお時間のある方はですね、ミュージアムの方に行っていただければと思ってますので、またミュージアムの方ご支援賜りたいと思いますから、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。空母の、ね、展示もそうなんですけれども、もう入ってすぐのところに、そこからも見えると思うんですけれども、ヤマトががっつりあるのが、やっぱり皆さんで興味をお持ちですよね。そうですね、ヤマトの10分の1のヤマトを、はい、聖地な形でですね、再現しておりますので、これもですね、ぜひ見られ特に見られてない方は、はい、来ていただくと大変興味深くご覧になられると思います。細かいところまで作ってありまして、本当に海にちゃんと浮かぶ船としてのヤマトミュージアムで、ヤマトの10分の1でございますので、じっくりと眺めてみてください。そして2階3階といろいろと展示室もございまして、ゆっくり過ごしていただけるようになっていますし、お子様連れの方、小さいお子様連れの方は遊べるようにもなってますの で、ね、そうです。今日はこんなに天気がいいので、ちょっと体の具合が悪いなと思う方も、はい、ぜひ涼めに来てください。涼しいですか？涼しいですか？1階のところってお金いらなかったですよね、なんかね、言ってください。調子が悪いんだって。お土産物屋さん売り場があるんですけど、その辺はお金いらないですから、ちょっと涼みに来ました、キャラ祭りに来たんですけど、ね、いいですね。はい、わかりました。なんか今日行きたいなと思った方、うわー、よろしくお願いします。ありがとうございます。大和ミュージアムの新さんでした。ありがとうございます。新さんもそっち行っちゃうの？大和ミュージアムこっちだから、こっちでもいいですよ、はい、ということでですね、はい、ありがとうございました。クレコーナーでした。また12時45分頃にお会いしましょう。ありがとうございました。